毎度ネギ前です。はい、というわけで今回は私のこのポーチの中身を紹介していこうと思います。カバンの中身とかは季節が変わるごとにやっていったりとかで、だから2ヶ月前とかにやったりとか、つい最近だったらライブとかイベントの持ち物っていうので紹介してたんですけど、ポーチの中身はちょっと久々かもってことで紹介していきます。まず、まあカバンはね日によって違うんですけど、最近ね実家に帰ってきてる間はこれだけ持って帰ってきて、あの幼馴染から誕生日にもらったミルクフェドのこのトートバッグ、これだったらパソコンも入るんですよ。でそれも考えて友達がプレゼントしてくれたものです。さすが幼馴染って感じで、荷物少ない時だったらショルダー系のやつとか使ってます。でその中に入れてるポーチなんですけど、一応この2種類で、これはヒプマイのサマトキ様のアニメイトで、ちょっと何円か忘れたけど、このポーチヒプマイではドッポ様が推しですって言ってるんですけど、だからドッポ様以外のこういうサマトキ様とか紹介すると、推し編したんですかとか、ドッポ様以外なんで持ってるんですかっていう質問とかいただくんですけど、最推しはドッポ様だけど、もうヒプマイとか基本的に全員推しなんですよ。だからいろんなものちょっと持たせてください。ということでね、このサマトキ様のポーチ、これもすごい可愛い。あとはこれ羊のショーンのポーチです。じゃあこっちから少ないので紹介します。ここにはまずこの常備薬、生理痛とか偏頭痛とかの時に飲めるようなこの痛み止めの薬と、あとこれはロフトで買ったやつかな、今年1万円分買いましたっていう動画で多分紹介したやつ、この持ち運び用のビューラーです。これ持ち歩いてるとすごい便利 で無印でもこういうの私買ったんですよ。でそれはこの今使ってるカメラとかを入れてるポーチに入れてます。カメラと SD とこの無印バージョンっていう、撮影する前とかにちょっとキュッと上げたりとかで使おうと思って入れてるけど、今のところまだ使ってはないです。いつもこれ使っちゃってる。あとはこの100均とかで売ってる髪の毛のゴムがなんか1個入ってたのと、あとテピカジェルね3つだけ入れてます。こういう持ち運び用のものがねあるみたいなんですよ。あと最後これですね、エチュセのオイルブロックベース。今年はまだそんなに暑くなくて、梅雨でジメジメするけど、そんなにまだテカリとかは気にならないから、今のところはまだねそんなに使うっていう頻度は少ないんですけど、これも持ち歩いてて、ちょっと暑いなとかテカリが気になるとか、前髪で隠れるんですけど、このおでことかもね結構ベタベタしやすくなるから、その時はこういうので抑えたりしてます。7月末とか8月になると毎日使うと思います。ってことで、サマトキ様1個目のポーチの中身はこんな感じ。で次、この羊のショー、これはなんでか知らないけど、この髪の毛のゴム入れたやつ、このジッパーになってるやつも100均で売ってるようなやつなんですけど、これなんでやろう、これこっちに1個移し替えそう、まあ、とりあえずこの何個か入ったやつこっちにも入れてます。であとこのシュシュね、私の今の長さここピンで留めてないと落ちてくるんですけど、でも外でちょっと暑いとか髪の毛がベタベタしてきたっていう時はすぐに来れるように、シュシュも何かしらこれに固定はしてないけど、いろいろ持ち歩いてます。シュシュとかは基本的に3コインズか100均、ボロボロになっちゃったけど、このバンドエイド絆創膏です。これ一応ね、今このポーチの中身には3枚入ってました。でも私携帯の間に挟んだりとか、手帳に挟んだり、財布に入れたり、いろんなところに入れてるから、いつでも靴ずれなっても大丈夫。であとなぜかこの五円玉、これ多分前に神社でお参りした時に必要と思って多分入れたやつで、これこのキャンメイクのブラシ、ファンデーションとかそういうお直しをするときに使えるブラシです。このケースもねセットになってたからすごく便利で、これ入れてます。でそのお直し用のパウダーが、まずこのタナの素肌記念日スキンケアパウダーです。こんな感じで一応パフも中に入れてるんですけど、これね、これとあともう一個が、これ多分動画でまだ紹介してなかったかも、このカントリー&ストリームで言うと、私前に角質ケアのこういうクルクルするやつは動画で紹介したんですけど、これはねこっちに鏡がついてて、あとパフも付属でピンク色のパウダーなんですよ。で鏡がついてるからこんな感じでパフにとって、夕方とかこうテカリとか毛穴が目立ってきたっていう時にこうトントンって直せるようなものになってます。だからくすみとかが気になってきた時はこれを使うんですけど、基本的にはこっちを使うことが多いです。で次、このフィアンセのボディミストです。これはプラスチックなので持ち運びにすごく便利です。こういうミスト状になっててすごいいい香りなんですよ。で香水とかほど持続性はないんですけど、私香水は苦手なのでこれでいつも振りかけてお出かけしてます。なんでやろ、ピック入ってた。
ギターのピック入ってました。で、これ目薬です。刺激とかが特にないやつ、こうやって。で、次がオロビスのこのコンシーラー、スティック状です。でもこれね、結構使いやすかったけど、こんな感じで色がすごい濃いんですよ。だからこれをこう手で指でポンポン伸ばして上からパウダーやっても、どうしてもそのコンシーラーで隠したところが目立つなっていうような感じの濃いカラーなんですけど、でも一応持ち運びやすいから、もう応急処置のためにこれを使おうと思って念のためポーチに入れてます。で、次両方ともセザンヌのもので、これが二重のアイラインとかを濃くする、涙袋の影とかを濃くする、朝化粧していく段階でケイトのものを使うんですけど、出先でお直しした時に薄くなっちゃったっていう時にかけるように予備で入れてるんですけど、これもそんなに使わないっていうのと、これはアイライナーです。こういうやつ、これも最近使ってないけど、まつげのこの際のところをこう埋めるやつ、これも2つとも一応予備でないと心配じゃないですか。だって持っていかない時に限って使いたいってなるから、じゃあもう最初から入れとこうと思って。で、最後これイヴ・サンローランの、これもここにシールがあって頻繁書かれてたんですけど、もう消えちゃいました。でね、これも結構使ってて、もう中もだいぶ減ってきたんですよ。濃いからこう開けるたびにこう塗りつくされるんですけど、意外ともう中はね少なくなってきてて、次また夏ぐらいに新しいシリーズが発売されるみたいなので、それも欲しいなと思って、使い切ったら買おうと思ってます。何番かわからなくなっちゃったけど、これはすごく使いやすくて今も塗ってます。で、あと最後ちょっと待って、最初に出してたやったサラサのこのボールペンと、エレコムっていうものかな、メーカーはこれです。ヨドバシとかで買えるやつ、モバイルバッテリーが今ピンクのこういうやつなんですけど、これがね、なんか充電がしっかりできなくて、これがなんかこの充電してる間にここ青くなるんですけど、これ自体を充電するときに全然この青いチカチカが1個しかずっとつかなくて、数回しか使ってないけど寿命なのかなと思って、最近 Amazon のプライムデーに新しく買ったので、それが届くのを待ってます。で、これを充電するよっていうか、イヤホン充電するときにも使えるようなこういうこのコードと、で、あとこのイヤホンですね、これ。これがあれば、このモバイルバッテリーの充電も、イヤホンも、カメラのバッテリーの充電とかも何でもできるんですよ。だからこれは結構持ち歩いてます。で、カメラを入れているポーチにもこれを入れてます。これ何個あるねんってぐらい、もう20個以上あるんじゃないかってぐらいあります。っていう感じで、私のポーチの中身は以上です。カバンの中身は8月9月で夏あたりになったらまたアップすると思います。コンセントとかはまた別のポーチに分けた方がいいのかもしれない。まあ一応こんな感じでした。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。まいどー。